絶対死がトニーだ。私現在23年間の人生において一番金がない。本当にカツカツ。以前ルームツアー動画出したと思うんですけど、一人暮らし始めてたんで家具一気に買ったんですよ。30万円分ぐらい。でそれを分割払いで買ったつもりだったんですよ。そしたらなんと分割できてなかった。うん、終わったな。今月30万円分の請求が一括で来ました。やばいね。家賃払えんて。しかもよりによって今月もともと金欠で口座に1万500円しかありません。滞納。鳥肌が立つね。現在口座残高こちらです。あれ、まあ、1万500円って言って、なんで500円しかない1万下ろしてきました。全財産。なんで1万円下ろしたか、そしてここはどこなのか、人生最大の勝負に来ました。それは何か。パチンコ。完全に賭けに来ました。今日俺はこのなけなしの全財産1万円を使ってエヴァ来ます。エヴァカラーの服で来ました。この時期なのに半袖。もう寒さも感じ。最近ずっとドッカンバトルの動画上げてるじゃないですか。動画見てもらった方は分かると思いますが、髪引き続いてます。やってる。来てます。この勢いならエヴァも1万円あれば逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。当たるでしょ。後戻りできんくね。末期です。これぞ人生の末期。このスリルを味わってこそがYouTube 魂。1万円あれば余裕でしょ。勝てば家賃払える。家賃2万3000が払えません。マッキーマッキー。口座に1万500円。つまりこれがどういうことか。どっちみち払えん。勝とうが負けようが払えない現状変わらない。つまり勝てる可能性のね、かけとうがこれよくね。ここは一か八か。男なら勝負に出るしかない。家賃をかけた戦い。人生かけてるからな、こっちはな。実家も追い出されて借金もある。実家も追い出されて借金もある。とうとう実家も追い出されて借金もあって新規追い出される。これだけは避けたいよ。言えない。ここで勝てばいいだけだ。勝ち負けの世界。リングの上と一緒です。残酷な天使のテーゼ。窓辺からやがて飛び立つ。走る熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。抱いて抱きしめても抜け出せない。定められた世界から溶けてなくなるほどの進化へとお帰りなさい。白い優しさが降り注ぐ街、すべては包まれるだけ。誰が決めたわけでもない夢へお帰りなさい。
準備はいい？オッケーよ。あゆみは？問題ないわ。ああ、エヴァの準備がまだじゃん。次に期待しましょう。これは本当に貴重だ。リーチ！私に帰りなさい。生まれる前にあなたが過ごした大地へと奇跡は起こるよ何度でも。魂のルフラー。終わった。終わったな。終わったマジ人生。1万円全財産。ストレート負け。マジで終わった。ああ、家賃払え。どうしよう。
家出らないかやん。3年生なの。え、マジでマジで、え、マジでやばい。え、550円はやばい。タバコも買えんくね？え、やば！終わったら本当に確信したね。パチンコはやめましょう。人生を狂わす。冷静に考えて、前神社参拝はしごしてパチンコ当たりますようにと祈り続けたら勝てる説。あれですら僕5万負けしてるんですよ。神社参拝して5万負け。当たるか今年初詣行ってねえ。当たるか運もクソもねえよ。特艦バトルに全部運吸われたや。2時間ぐらい打ち続けて。時間も無駄やった。お金も消えた。何が残んねん。喪失感。パチンコ。引退します。もう見てこの顔。死んだ魚の飯とろ。こうなるん。人は終わっていくんよ。とりあえず、家出らないかん。どうしよう。公園に住もう。